川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。人生を変える出会い、この番組は YouTube と Podcast でお届けしています。番組の、登録、フォローのほどよろしくお願いいたします。ということで北川先生、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと寒いので着込んできました。そうですね、もう1月ですからね。いやいやいや、もう僕にもかなり寒そうですけど、はい、いつもあれですか、これ撮ってるのはね、実はまだ12月なんですけども、初雪の時期って毎年伺ってるような気しますけど、さすがに12月にはもう毎年降ってはいるはず。ありますよ、大体。はい、12月下旬、うん、昔はねもっと早かったんですよ。11月ぐらいにあったんですけど、まあ、今ちょっと12月中旬ぐらいかな、もうすぐですね。はい、あ、そうなんですね。一番寒いとどうですか、マイナス10度ぐらいいっちゃう感じですか。いやいや、マイナス15度に来ますね。だから、ね、結構、なんか北海道に近いぐらい寒いですね。確かに。今ね、今、外、はい、用事、つらつらって行ってきたんだけど、はい、6度でしたね。うわあ、寒いですね。今日は霜が降って、真っ白でした。あ、そうなんですね。もうそんな感じなんですね。はいはい、まだね、じゃあもうちょっとね。12月なのに、真っ白。はい、暖かくしていただいて。はい。今週はですね、新年最初のリスナーからのご質問をいただいていますので、読ませていただきます。67歳女性の方からいただいています。はい、北川先生、早川さん、はじめまして。私は贈り物をするのが大好きです。手作りのものや手軽な価格のものを、その人のことを考え、これがあったら喜んでもらえるかな、こんなのが欲しいなと言っていたな、これが似合うなと思いを馳せている時間がとても楽しいです。先生や早川さんは贈り物を選ぶとき、選び方や決めていることなどありますかという、これはシンプルですけど、今まで番組になかった質問ですね。早川さんは何か選ぶ、決めてらっしゃるんですか？そうです。僕はいくつかパターンがあってですね、相手のね、ことをよく知っていればね、やっぱり相手が喜ぶものって分かるので、ね、はいはい、あんまり迷うことないです。結構難しいのが、僕もやっぱり取材で初めて会う人がすごく多いので、そういった時に心がけてるのは、うんうん、まあその方をただ知ってる方って何人か返せばいるはずなので、うん、知ってる人に聞いてリサーチして、やっぱりどういうものが好きかっていうのを聞いて、まずそこが一つ、うん、で、ただ、そういう人がいない場合あるじゃないですか。本当にもう初めての、はいはい。で、いろいろその人のことをもちろん取材して調べるんですけど、それでもわかんないときは、もう最後の最後は、もう迷ったらですね、王道、いわゆる、なんて言うんでしょう。ちょっと固有の名詞出すわけじゃないですけど、なんかもう間違いないっていう、有名なお菓子あるじゃないですか。だからその辺もこれ考え方次第なんですけど、例えばですけど、ゴディバのチョコレートとか、ヨックモックとか、派手さはないけど、誰しもが、はい、まあ、まず間違いないっていうものを、王道ですね、送るようにしてます。で、気をつけなきゃいけないと、個人的に思ってるのは、まあ、先生の教えも、こういうので、健康への意識、まあ、ありがたいことに人一倍高いんですけど、うんうんうん、人によっては、あんまり、まあ、これ言うと先生に逆に怒られるかもしれません。まあ、怒っていただいてもいいんですけど、健康もど真ん中みたいなものを、なんて言うんでしょうね、コテコテなものを送ると、やっぱりそれはそれで楽しんでいただけないかな、押し付けみたいにはしたくないので。そうです、そうです。はい。なので、その辺はちょっと考えて、つまり迷っ、リサーチして、もしその方が好きなものが分かればそれを。で、分からなかったら王道ですね。そうですね。はい。はい、先生、いかがですか？僕も、まあ、その通りで、特に健康的なものに関して、なんとか茶とか、なんとかよく、昔もよくもらったんですけど、なんか、球根のコーヒーとかありましたよね。なんか、あれは苦手で、はい。あ、そうなんですね。やっぱコーヒーは、まあ、コーヒー豆がいいなとか、あるので、なんか究極の健康オタクの方のものはなんかちょっと苦手だなと自分が思ってるんです、うんうん、それは送らないようにしてますね、うん、あ、はい、そうなんですね。やっぱりそれも、まあ、僕はその形あるもの、早川さんは形あるもの、例えば洋服とかマフラーとか、うん、そんな靴下とかそんなのもいいと思うんですけれども、うん、僕はなんかまあできる限り、私の場合は消費。一緒です。消費するもの。
残らないものをまず考えますね。はい、なぜですか？やっぱり身にまとうものというものはセンスがないとなかなか難しい。好みありますからね、相手のね。そうそう。で、体格と体重とか、体格と目に見えない、うん、まあ、言葉で言えば、脱ぎ太り。はい、意外と超えてたりとかすることあったりするし、うん、好みがあるし、それは難しいので、やっぱり、うん、一番はやっぱり、もらってありがたいものって考えますね。うん。早川さんもらってありがたいものって何ですか？こう、まあ、あの、ものの具体的なものじゃなくて、着るものとか形あるものか、それとも形のないものかっていうことか。いや、形ないものがやっぱり、ま、間違いないですし、あんまり ひねらずに、その僕自身もそうですけど、やっぱ王道な、あの、普通に、あの、ものがいいですけど、すいません、今、いただいてながら、あの、すぐ出てこなくて恐縮ですけど、逆に言うと僕、やっぱり物をもらって嬉しかったなっていうのは、本当に先生がいるからじゃないですけど、先生覚えてますか？初めて出会われてすぐ僕にくださったもの。いや、覚えてないですよね。カリグラフィーペン、ま、万年筆のようなものをね、いただいてすごくありがたかったんですけど、そう、なので、物はただ、まあ、おっしゃる通り、センスが問われるんで、まあ、先生はね、センスが素晴らしいので、やっぱりあれですけど、だから本当にもう、よほどのものじゃないと、僕も物は送れないですね。もらう分にはありがたいですけど。なんか使って、ね、そんな値段の高いものじゃなくて、うん、わあ、いいなっていうのがあったら、やっぱ、うん、まあ、マネージなんかもいいと思うんですけど、うん、それとも相手が使うかどうかはね、そうなんですよね。難しいですよね。まあ、記念品として飾ってもらってる、うん、いろいろありますけども、うん、まあ、この方の質問、うん、だとすると、僕はやっぱ、無難なのはやっぱ形のないもの、お茶とかコーヒーとか消耗品ですね、はい、果物とか、うんうんうん、もらってありがたいものは、果物がありがたいですね、季節の果物とかいうのはね、すごくありがたい。そうですね。だから季節に関係なく言えば、こう消耗品ですね。もらってあれが、うん、まあ、ラジオで言っていいのかわからないけど、僕はもうコーヒーとか紅茶とかが、うん、そうですよね。まあ、ありがたいですね。うん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 。やっぱ、自分もできるだけそういうものを持っていくし、うん。から、私としては人に送るときはもう何もないので、地方のもとしてはお米とか、なんか、ああ、いいですね。なんか、自分の本とかそういうものになってしまいますね。うん、形のあるものとしては。うんうんうん。この方どうなんですね。でも、なんか今何をあげる、あげないって話もありましたけど、やっぱり一番素敵だなと思うのは、この方のやっぱりその贈り物をするのが好きで、その人のことを考えて、これがあったら喜んでもらえるかなっていう、まあ、贈り物そのものもそうですけど、やっぱ相手に思いを馳せる、思んぱかるっていうところがなんか大事な気がしますよね。この方は偉いですね、この、うん、この思いを馳せている時間がとても楽しいですっていう、うん、だから根本的に人が好きで、喜んでもらいたいっていうのが、はい。なんかこの方の本質だから、うん、とてもこの人の優しさを感じますね。そうですよね。うん、なんか喜ぶものいい。だからこのまま続けてほしいなと思いますね。ぜひですね。どんどん、はい、あの、人に喜んでもらって、わあ、こんなのもらってとかいう手作りのものでもなんでもいいと思うんですけど、うん、なんかそれを続けて、一生が続けていってほしいなと思います。うん、すごい素敵な方ですね、この方。うん、いいですね。ですよね、まあ、はい、こういう方がどんな贈り物を具体的にするかちょっと見てみたいです。この方はセンスありそうですね。そうですね、うんうん、まあ。こういう素敵な方が増えるといいですね。この人もきっとたくさんもらうでしょうね。あ、そうですね。あげたらいっぱい返ってくるんですよね、やっぱね。本当返さなくていいのにと思うのに、やっぱみんな返したくなりますもんね。うん、でも、なんか、物より気持ちっていうね、言葉もあると思うし、きっとそうなんでしょうけど、あの、最後にですけど、ちょっと逆説的ですけど、なんか個人的にはなんですけど、やっぱり、こう、手土産って大事かなって、あの、つまり、物だけではないんですけど、はい、でもそうやって、はいはい、ましてや、こう、お世話になってる方とか、初めて会う方とかに、なんか、やっぱ渡すのって大事かなって、なんか僕なんか、まあ 100% かって言われたらちょっと自信ないですけど、でもかなりそれに限りなく近い感じで渡して、なんかよく豆ですね、偉いですねって言われるんですけど、なんか別に自分が聖人君子であるとは、もうとてもじゃないけど思わないですけど、でもなんかそのくらいするのはやっぱ大事かなと思うんですけど、どうですか先生。いや、あいかくんの言う通りだと思いますよ。遠くの人に送るのはしっかり、そういうものでしか送れないけれども、うん、人ね、
結局は笑顔とか優しさ を上げたいわけですよね、喜ぶところ、うんうん、だから近くの人に対しては、まあ、一番いいのは僕持ってくるものはやっぱ笑顔と励ましだと思いますね。だからあのものではなくて笑顔と励ましとなんかね、うん、優しさをがお土産ですね、お土産としては、うん、はい、うん、はい、ありがとうございます。さあ、この番組は引き続き、北川先生のご質問ご感想を募集しております。詳しくは、概要欄をご覧ください。また、来月2月25日から26日には、万願寺温泉で全国交流会、そして3月24日から26日は小国で断食会が、ございますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ということで、今日は第315回をお届けしました。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。